強制わいせつ事件があったのは函館市東山町の路上です。昨日午後11時15分ごろ、道路を歩いていた30代女性が後ろから歩いてきた男に突然胸を触られました。男はそのまま来た道を走って逃げたということです。女性に怪我はありませんでした。警察によりますと、男の特徴は年齢は20代から30代、身長160センチくらいの中肉で、 黒っぽいフード付きのパーカーを着ていたということです警察で逃げた男の行方を追っています